はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トイザラスオリジナルのカートップロードスターを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトイザラスオリジナルのカートップロードスターだね。で、正式なタイトルはトイザラスオリジナルメディア対抗ロードスター4時間耐久レースカートップロードスターだそうです。長いね。で、正面から見るとこんな感じだね。マツダのロゴがプリントされてて、ヘッドライトはシルバーの塗装だね。ボンネットの部分にはカートップってプリントがされてあるね。で、ゼッケンナンバーは111番になってます。で、ボンネットの中央部分にはこれはなんていうのかな、白一族、上一族なのかな。で、横から読むと人馬一体って書いてあるね。すごく派手なカラーリングだね。で、ルーフの部分を見ていくとこんな感じだね。ソフトトップになってるね。フロントガラスの周りには蛍光のイエローで縁取られてるね。これもかっこいいね。で、側面を見ていくとこんな感じだね。カートップと111番の絶景ナンバーがプリントされてます。この横から上にかけてのこの黄色いラインかっこいいね。で、後ろの方はこんな感じだね。マツダのロゴがプリントされてて、ここにもロードスターってプリントされてるね。で、テールランプはレッドの塗装になってます。で、運転席側はこんな感じだね。すごいね、ウェブカートップって大きくプリントがされてるね。で、上の方を見ていくとこんな感じだね。やっぱりこの黄色い蛍光のラインが全体的にこうつながっててかっこいいね。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、あとギミックはソフトトップの脱着だね。内装はこんな感じだね。で、後ろの方はマツダロードスター2015年のナンバー26番の写真になってます。ロードスターでこれぐらいのカラーリングがされてるトミカって珍しいね。もう一度ぐるっと見てみようかな。このレッドのラインとイエローの蛍光のラインが全体的につながっててかっこいいね。箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージにカートップロードスターの写真があって、ここにトイザラスオリジナルのロゴがプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はトイザラスオリジナルのメディア対抗ロードスター4時間耐久レースカートップロードスターを紹介しました。なんか言っても長いね。で、このカートップって言ったら車の雑誌で有名だよね。少し前は GTR のカートップバージョンっていうのも発売されたよね。以前動画でアップしたので上の方にリンク貼っておきます。で、このタイトルについてあるメディア対抗ロードスター4時間耐久レースっていうのは今年で29回目を迎える国内屈指の伝統レースなんだね。今のはホームページを見て読んだんだけど知らなかったね。ちなみにホームページはこんな感じです。これだね。初代ロードスターが発売された1989年から毎年1回のペースで開催されてるんだね。で、今年で29回目のレースです。すごいね。で、このメディア対抗ロードスターのレースっていうのは普段取材する側のメディアの方たちがチームを組んで4時間耐久レースをやってるんだね。面白そうだね。で、下の方見ていくとレース車両の仕様も決まってるんだね。エンジンとかミッションとか排気系統は純正品で無改造って書いてあるね。で、当然車両はロードスターだね。で、もう少し下見ていくと主なレースの規則っていうのは4時間の耐久レースでドライバーは4名から5名で、あとガソリンの給油量とかっていうのが決まってるんだね。ちょっと見てみたいね。で、2018年の今年は筑波サーキットで開催されたみたいです。で、今回のこのモデルはトイザラスオリジナルだけど、今度はイオンオリジナルでも発売されるね。
メディア対抗ロードスターのこのシリーズがこれからも発売されていくのかな。楽しみだね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。